はい、こんにちは。やっちまったな、また。以前ね、ZFC のレンズ、この3本で打ち止めって言ったんだけど、嘘ついてました。1本目がね、24mmF1.7 単焦点。で、これはキットレンズの16-50mmF3.5-4.3。じゃねえな、6.3。これがね、50-250mmF4.5-6.3。まあ、このレンズでほぼほぼカバーできるんだけど、一つ足りないものがあると思いません？それがね、これ超広角レンズ 12-28mmF3.5-5.6 超広角が足りなかったんですよ。もう YouTube やるならこれ必須ですね。フルサイズ換算で、18-42mm。フルサイズ換算の 18mm って広いですよ。私がキャンプ動画で使ってるパナソニックのルミックス。あれが 20mm。60mm だったかな。20mm 側で撮ってますからね、ほとんど。とにかく、キャンプ動画とかだと、景色がね、ブワーって入るんですよね。広角だから。で、カメラ持って自撮りとかするときも、この 12mm、フルサイズ換算 18mm、これがいいんですよ。顔がちっちゃくなって周りの景色がいっぱい入って。これはね、YouTuber のためのレンズね。ようやくニコンが YouTube とかの動画に本腰を入れてくれたレンズだね。必須。新品です。Amazon のね、ポイント感謝祭のポイントに釣られて、買っちまいやした。48,000だったかな。ただポイントがいっぱい入ってきてるんで。では開封。この辺はいつもと変わんないね。来た。行きますよ。出てこーい。うわー。12-28 3.5-5.6PZ パワーズームね。レンズは。うわー。フィルター径 67mm だったかな。 67mm はね、15枚ぐらいレンズフィルター持ってたかな。一番使うから。それでね、レンズフードがニコン純正買うと5000円近くしたのかな。で、納期もかかるから、これ JJC の互換品、これ買いました。これはね、半額で買えます、純正の。かっかっこいいな、花形フード。レンズフィルターはとりあえずあったやつを、これどこのだ、メイドインジャパン、これでいっか。動画とかね、撮るときはね、だいたい私ミストフィルター入れてるんですよ。ブラックミストナンバーワンかナンバーファイブか。とりあえずカメラにつけてみるか。あー、かっこいいね。これね、ズームがね、振動式ってじゃないな、なんて言ったかな。ズームしてもこれが伸びたり縮んだりしないんですよ。この中だけでやってるから。だからね、これね、ジンバルに乗せるとき最高なんですよね。ジンバルだとね、この長さを変えちゃうとバランス取り直さなきゃなんないから。じゃあこれ持ってちょっと試し撮りいきまーす。はい、それじゃあこれで試し撮りしてきました。と言っても撮るものがないんだよな。このね、 12mm ってレンズは本当にたくさんの YouTuber とか待ってる人いたんじゃないかな。あのニコンの DX レンズって APS-C 用の値段がね、あんま高くないからね、ついついポチっちゃうんだよね。それが困りどころだ。と言ってもあんまりね、いろんな種類出てないから、これで打ち止め。F 値がね、 3.5-5.6、 これがもうちょい明るければなと思うんだよね。よし、これを超広角で撮っていきますか。ちょっと左手に GoPro、 右手にカメラなんで、 GoPro はちょっと止めます。あくまでもね、どういう感じで映るか、
うん、それ見てるだけですんで。この1228ニコンの Vlog カム Z32 ね、ようやくこれキットレンズでつくみたいですね。あの1650とかダブルズームレンズセットでレンズキットで Z30 出てたんだけど、1650じゃね Vlog カムとは言えないよね。広角端で 24mm あるんだもん。 Vlog カムって言ったらフルサイズ換算で 20mm ぐらいじゃないとね。広角レンズだからね、やっぱり風景撮影にもいいんですよね。バーッと開けて撮れるから。なんかいいとこないかな、闇雲にあっちのバックネットの方撮ってみるか。それでズームも 28mm フルサイズ 42mm までいけるからね、キャンプ動画にすごいいいと思う。うん、今度ねキャンプ行くときこれ使って撮ってみようと思います。このカメラね、 ISO 感度が25000いくつまであんのかな、かなり優秀なんですよ。ただ私そのノイズとか出るかどうか分かんないから、 ISO 感度の上限あれを今4000ぐらいに設定してあったかな。上限設けちゃえばね、他でカメラが勝手に綺麗に撮ってくれるから。今ねニコンのフルサイズ機のね ZF が欲しいんですよ。うん、欲しいの買わないけど。レンズキットで34万ぐらいか。あのニコンのレンズ何本も買ってるじゃないですか。外れがないよね。うん、本当にみんなよく撮れるレンズなんだよな。キリッとレンズに関してはもうニコンいいなと思う。キリがねえよな、これ言ってると通るもんがないな。なんか撮影するもんないな。しかしね、今まだこの DX APS-C 機だからいいんだけど、これでねフルサイズ機ニコンの欲しくなったらまたすげえレンズ沼になるからね。フルサイズ機は高いからレンズが。まあフルサイズは S5 でいいんだけど、 S5 も L マウントなんて L マウント使ってるからね。レンズがシグマやライカとか、まあシグマはお安いんだけど、でもフルサイズ用のレンズになると高いからな、なかなか手が出ないですよ。1本十何万から。だからねそっちの方がいいんだな。この DX 機になると私買ってきたの1本5万以内のやつばっかりだから、やたら手出しちゃうんだよね。1本20何万とかになったらそう簡単には手が出ないからやめよっかなこれ。これこの木漏れ日の丸玉ぼけみたいな、これと自分の絵を入れて、これモノクロで撮った方が良さそうだな。背景ボケを撮りたいんだけどないんだよね、被写体が。花の一輪でも咲いてればうまく背景ボケ作れるんだけどな。これどうだろう、ぐっと近寄らないとやっぱりうまく背景ボケ作れないな。なんかないかな。なかなかこれと言ってないですね。今日ね午前中病院行ってたんですよ、薬もらいに。うん、でコロナワクチンの予約しようと思ったらできないんだよね。12月以降だっつってたな、あと埋まっちゃってるって。11月の半ばから12月の半ば、あ違う11月の頭からだ。
3日から12月のクリスマス前ぐらいまで忙しいんですよ。だから今月中に打ってくれって言ったらダメだった。予約いっぱいですって。みんな打たないかと思ったら意外に打つんだね。なんかの実がなってますね。かまずみ、風鈴かまずみ、これ取るか。巡行、自分の影が邪魔になっちゃうな。これで近寄って撮ってみよう。今これ近づいて撮ってたんだけど、あっちが、あっちの木のところにちょこっとだけ玉ぼけ入りましたね。玉ぼけ作るのはね、 A モード、絞り優先モードで F 値を一番小さくするんですよ。これだったら 3.5、でできるだけね、長いレンズで一番長くして撮れば綺麗に出るんだけど、今一番短くして広角で撮ってたからもう一回撮ります。28ミリ側に伸ばして。うわ、これ桜か。うわ、すごいね。逆光か。これ近寄って撮ってみようかな。ほんとなんか季節がおかしいよね。こっちも咲いてますよ。つぼみ持ってるからな、結構。ほら、はいはい、野良猫ゾーン来ましたよ。いっぱいいるな。 1,2,3,4,5,6,7 ぐらいいるな。こいつがなんか隙があるな。いや、ちょっと撮ってきます。スナップだとこれ使いづらいな、広角すぎて。28の換算42ミリの方が写真撮るのにいいな。このセットでね、キャンプ動画撮ってみたくなってます、すごく。そうだな、どっか行こっかな、今週あたり。とにかく11月になったら忙しいから。はっきり言ってソロキャンプやるのに5000円とか6000円とかね、出したくないんだよね、バカらしい。スーパーホテルかなんかで朝バイキング食べた方がよっぽどいいよ、5、6000円出すなら。まあスーパーホテルのはあんまり、まあ何でもないけど。まあオートサイトだと車とテントと、ある程度土地を占有するわけだから、ファミキャンの人と変わらないような料金になっても仕方ないと思うんだけどね。まあ文句言ってもしょうがないや。とりあえず時間見つけてこいつで遊ぼうと思います。今日はどんな感じでこの広角、超広角撮れるか試し撮りしてみました。だいたい感じはつかめたんで帰りたいと思います。じゃあまたね。